Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。ナビゲーターの武井博奈です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ。このバージョンは美博さんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？今回はですね、ブダペストに行ってきました。ハンガリー。おー、この辺こうなんでしょうか、こうなんかくっついたり離れたりしてる地域でもありますけれども、うんうん、なんかウィーン近いじゃないですか。あ、前回。そうそうそう、ウィーン近い近い、ね、あのなんか似たようなこう雰囲気というか文化みたいなのがするんですか？似てるかって言われたら違うね。人も違うし。あ、そうなんだ。僕はどんな感じの印象だった？ブダペストは、なんかそのウィーンよりも、こう閉じてるというちょっとね語弊があるんだけど、そういう感じ。なんだろう、閉じてるっていうのはおかしいけど、うん、そうね、内側に向いてるともいうか、たくさんブダペストってもう本当にね観光客の方もいっぱいいらっしゃるし、あの都会じゃ都会だしね、なんだけど、でもなんかこうそこに住んでいる人たちはなんか内に向かっているみたいな、内に向かっている感じがする。うん、なんかちょっとあれかもしれないですけど、行ったことないですけど私ちょっとロシアに雰囲気が似てるような感じが、なんかするような、あ、でもそんな感じがする、写真を見ると。へ、人もそんな感じで。みひろさんはなんかどんな印象？いや僕はね、もう温泉万歳。温泉あるんですか？温泉も最高の温泉がいっぱいあるんです。あ、山がじゃ あるんですか？山もあるかな。でまあそのうちちょっと1個だけ行ってきたんだけど、そこにもいろんなお湯があって、はい、だいぶ堪能しましたね。日本の温泉となんか違いみたいってあります？ね、比較的なんかぬるいお湯が多いらしいんですけど、僕が選んだところは厚めのお湯なので、泉質も日本のどこかの温泉のもとも似てるし、暑いし、気持ちよかった。なかなかね、そのヨーロッパ滞在していてお風呂に、特に温泉に入るっていうことができないから、それをちょっと、恋しかったんですけど、できました。なんかお二人とも山形出身で温泉って身近にあるものだと思いますので、なんかこうね、違う国で地元を感じるっていう、もしかしたらあの機会になったのかもしれないですね。はい、ということでブダペスト、はい、まあ温泉好きの人にはぜひおすすめなあ、でも夜景も綺麗なんだよ。その真珠って言われドナウの真珠って言われてるぐらいですよ。夜のね、夜景、街の夜景が、なので夜も散歩したんですけど、すっごい私夜の街が大好きでした。ブダペスト日中と違う国みたいな感じで、夜綺麗、夜すっごい綺麗。綺麗っていうのはなんか、あのよく絵画とかでも、こう夜のヨーロッパの小道とか、ちょっとこうなんかメルヘンティックな、こうなんだろう、カフェとかを描いた絵とかってあるじゃないですか、はい、そのままみたいな、こんなに美しい夜のなんだろう街って、たくさんね美しい街には行かせてもらってるけど、あんまりないかもっていうぐらい綺麗だった。じゃあ本当なんか映画の世界とか、こうなんか漫画じゃないですし、なんか絵本の世界に迷い込んだみたいな。ちょっとそうそう、そのちょっとねメルヘンティックなところがあったっていうのが、なんかちょっとね他のまたヨーロッパの街とも違ったんですよね。ハンガリーってこう日本人として見るとこうあまり馴染みのない国だなっていう印象がなんかあるんですけれども、行くのもちょっとなんか大変そうな感じが。あ、でもね飛行機出てるから、僕たちは船で行ったんですけど、飛行機が出るんで、行きやすいかと。日本人の方もいっぱいいたよ。あ、そうなんですね。思いますが、僕のまたインスタグラムからの写真で申し訳ないんですが、これが昼のブダペストで、
で夜のブダペストで、で街角、夜の街角、あなんかミッドナイトインパリみたいな、あそうだね、なんかパリじゃないですけどなんかそういうこうちょっとアンニュイな感じもありそう、ちょっとメメ、街角歩いてて気持ちよかったね夜ね、うん、夜の街が最高、こんなに表情が変わるっていうのはやっぱりうちに向いてるからなのかしら、なるほどね日中よりも夜の方がなんかね開いていた感じがするの街が、なんかいつか あの回で朝の最高な過ごし方っていうのをやりましたけれども、逆にこう夜過ごすにはブダペストがなんかいい街なのかもしれない、お散歩をするのにすごい美しい街だと思います、はい、はい、いや素敵な、なんかちょっとハンガリー興味が出てきました、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、では今日のテーマに行きたいと思います、はい、今日のテーマはですね、怒られる理由がわからないときどうすればいいですかというテーマです。このテーマはリスナーの皆さんからの質問を元にしています、今回は鹿児島県にお住まいのラジオネームブルーさんよりいただいています、はい、このテーマの背景は何ですか、このテーマの背景、そうですよね、怒られる理由がわからないというときというのは怒られてますと、はいはい、でもなんで怒られてるのかよくわかんないですとなのでどう対処したらいいかわからないですね、まあ、どう謝ればいいかもわかんないし、ね、どう改善すればいいかもわからないですよね、理由がわからない、困っちゃいますね、なんかそういうことって過去思う ありますか、ここ最近ででも友人から聞いた話で、なんか友人がある人からすごいいきなり怒られたんですって突然わーって怒られて、はい、でその人たちはもともとすごい仲良しらしいんですけど、あったあった そんな話あった、多分何十年来の親友みたいな、ぐらいの仲良しさなのに、いきなり久しぶりに会って、会った瞬間から30分バーって言われて、はい、もう絶好だみたいなそこまで結構こう過激な感じになっちゃったんですか、でも言われてる方は、なぜそうなったかが全くわからないっていう、その話からこうちょっとつかみきれなかった、そうなぜ、そう、頑張って推測するしかないけど本当にこれが起こってる原因なのかなってのがわかんないみたいな感じだったよね、そう、でもね、そもそもなんだけど、そういう時ってね、なんで怒られてるかわからないっていう時って、もちろんその怒られた本人はさ、考えるわけじゃない、なぜ怒られたんだろうって、で、そこで本当に自分の行いが例えばちょっとあここが少し浅はかだったなとか、ちょっとここが敬意が足りなかったなっていうところが分かったら、まあ納得できるんだけど、一生懸命考えてもわからない時っていうことがあるわけ、そういう時って怒ってる相手も何に対して本当に怒ってるか自分で分かってない場合が多いと思うの。へえ、確かに、だってそれが本当に相手の中でクリアだとしたら、ちゃんと伝わるはずなの、それは言葉としても、本当は怒ってる人は何に対して怒ってるかっていうのを相手に言う時点で、発散ではないからね、コミュニケーションっていう伝えるっていう意味ではちゃんと言わなくちゃいけないし、っていうのがあるんだけど、まあそれも言わずに怒ってるっていう状態で、まあなってると思うんだけど、でもやっぱりこうつながってるわけだから、そう、自分が一生懸命考えて分かんないことって多分ね、相手も怒ってはいるんだけど、本当の本当に何に対して自分は怒りを感じてるか自分で分かってないんだよね。だからその 目についたところをバーってそこに感情をぶつけて言ってくるっていう、そうあのちょっと変な質問ですけど、お二人とも怒りますか、その、怒るっていうのはあれですけど、感情的になるのとその、なんでしょう、こう自分の思いを伝えるとまた別の話だと思うんですけれども、その怒ってこっちのなんか感情的になったりとかってします？する時もある、感情的、その怒りを感じたりして、それを誰かにぶつけたりとか、ぶつけることはあまりない、
てかほとんどないけど、あなぜならぶつけても自分に全部返ってくるし、誰もハッピーじゃないのを、まあ、今までの人生の中でよく分かってるから、それは全然望んでないからやらないっていう意味でほとんどしないっていうね。なんだけど、その例えばあの怒り、例えばそういう時って説教みたいな怒りだとするじゃない、はいはい、そういう意味での説教的な怒りは感じることはやっぱりあって、うんうんうん、あのっていうのはあるけどね、うん、それを伝えることはするけど、うんうんうん、と言いますのも、うん、私その人に怒れなくて、その怒るってなんかすごく責任が伴うことだなって思ってるんですね、うんうん、その絶対 100% その自分、ここは自分の思いを通した方がいいって思った時に初めてこうそれを伝えられるっていう感じがするんですよ、うん、その怒りの感情だったりとか、こうしてほしいっていう欲求だったりとかって、うん、そう考えると 100% 自分が正しいことってないから、うんうん、いつも伝えられないんですよね、そう感じても、うんうんうん、そのあでも相手は相手の考えがあるしなとかって思っちゃって、うん、そうするとまたこうなんかモヤモヤが募っていくから、本当は多分言った方がいいんだと思うんですけど、うん、こう伝えきれないってい う、うん、こう悪循環が起こるんですけど、うん、その辺でどうやってこうなんか、うん、対処というかそのされてますか、まあ、まずでも 100% 正しいかどうかって誰が決めるのっていう話なわけ、うんうんうん、であのでさっきヒロさんも言ったように 100% 自分が正しいってこともないし、相手が正しいってこともないし、世の中に 100% 正しいことなんてないじゃない、そうですね、はい、でした時にそれって無理、うん、でだけど自分の中で感じた思いってやっぱり何かしら自分へのサインだったり、うん、その場へのサインだったり、うん、何かここの関わり合いの中で、うん、あの動かさなきゃいけない、修正しなきゃいけない、整えなきゃいけないことがあって生まれてる感情だから、 あのある意味自分ごとなんだけど自分ごとではないというか、うん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 、その場にとってとても必要な違和感だったりする、うんうん、じゃない、うんうんうん、なのであのまずなんかね、正しいかどうかっていう軸をもう外側にまず持ってくると、相手とかに持ってくると本当に分からなくなるので、うんうん、まずその軸を自分に置いて、うんうん、まず自分の感情に対してなんかまずは自分が 100% 受け取るっていうことをすることが大事で、うんうん、っていうのは 100% っていうのはすごく分かるし、うんうん、あとはなんか自分事だけど自分事じゃないっていう感覚ってすごく大切で、うんうん、自分は我慢すればいいやってなるじゃない、はいはい、言わなければ別にって思うかもしれないけど、はい、まあその現実的にその状況がお互いにとってあまりいい状態じゃないからこそ起こっていることだから、うんうんうん、我慢してその場しのぎになってもお互いにとっていい体験にはならないみたいな、うん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 、そうした時になんかそのすごく自分に正直になって、自分に 100% 自分の思いを受け取ったり、自分にまずは味方でまず見る、うん、あこれが私の思いだなって、うんうんまあ、っていう風になった時にやっぱり相手も本当に自分にとって必要な体験って受け取れるようになるから、うそういう意味でその軸を必ずいつも自分に置くこと、その自分よがりではなくって、うんうんうん、まずはちょっと相手とかただどこが正しいとかではなくって、うんうん、自分も正しい正しくないではなくて、ただそういうふうに感じたということ、うんうん、そしてなんかこの違和感や感情はなぜ生まれたのだろうかっていう、うんうん、もっと全体的な視点で、うん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 、考えていくと、おそらくなんかもっとこうなんだろう、その感情も受け取りやすくなる、自分自身も受け取りやすくなるし、なんかよりこう全体のためにそれを伝えるっていうことができるようにはなるよね。そうするとこの今日の質問の怒られる理由がわからないっていうのも、もしかしたらその何か2人の間でそのなんでしょう、こうアップデートするそのタイミングを知らせてるシグナルな可能性もあるっていうことですか。その通りです。なんか表面的だね。いや僕のね苦手な分野コミュニケーションだから、僕も話を聞いてたっていう意見が持てないんです。でもなんかそういう時は、うん、あの
まず、うん、そうなぜこのことが起こったのだろうかっていうことを考えること。だから自分が悪いんじゃないかって考えがちじゃない。あ、そう、もう本当それです。で、自分が悪いというふうに自分を責めた瞬間に本当の答えから遠ざかるんですよ。いや、でもついつい自分責めちゃうんですよね。そう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 。で、まあ、そういうふうに教えられてくるしね、うん、悪いことしたんだな、うん、自分何でも自分でっていうふうに教えられてるから、そういうふうに無意識にやっちゃうんだけど、うん、でもそうするとかえって真実から遠ざかっちゃうから、まず責める前に本当に何が起きてるのかをちょっと冷静に見るっていうことが大事で、でね、そのお友達のさっき話したじゃない、うん、でその方はが言ってたんだけど、うん、まあ、実際、まあ、想像はできるけども、うん、まずその想像の中でも自分はどうしようもないことだから、うん、まあ、相手のちょっと個人的な感情でのことだったから、うん、まあ、どうしようもないと。ただまあこういうことが今起こったっていうことは必然だと思うから、うん、まあちょうどいいちょっとこうブレイクを置いて、相手がちょっと相手の問題で解決したらきっとまたつながってくるから、うん、そういう意味ですごくあのいろいろ頼りすぎてた部分もあるし、なんかとてもいいなんかブレイクだなというふうに受け取ってるって言ってた。すごい素敵。でもそういうことなのよ、なんか誰がいい悪いとかではなくって、うん、その物事が起こってるってことはおそらく何かそこに自分が居続けることが違うことですよっていう、今の自分で居続けることはちょっと違うことだよっていう、まあ、メッセージだったりサインだったりするわけ。そうかそうか。そう、じゃあなんかその怒りってものってすごい悪いものだってなんかこう思っていましたけれど、うん、そうでもないかもしれない。そうでもないどころか、うん、嬉しい感情よりも、うん、もしかしたら一番今自分に必要なことを教えてくれる感情だと思います。そうなんですか、うん、強いじゃん怒りとかさ、強いです、悲しみとか、もうそうふつふつと湧き上がるの。そうそうそう、まさにそのことっていう感じ。その強い感情がないと人って動かないでしょいや本当そうですよね、うん、だからそれはなんかそういう時は、ちょっと今やってることとかいる場所で調整が必要なことがあるよ、自分が幸せでいるためにっていう、まあ、自分だけじゃなくそこに関わる人たちが、うん、その人らしくいるためにちょっと調整があるよっていうことだから、なんかその視点を加えることで本当の真実というか、そこで自分がやるべきことが見えてくると思うけど、その辺ミヒどう思う？はい、ということで今日の魔法の質問です早いね今起きてることのメッセージは何ですか？あー、いやー、まあね、いろんな出来事が起きてると思いますし、あ、そう言えればなんか怒られたなでもいいし、なんかこう悲しまれたなでもいいし、うん、ちょっと楽しすぎるかなでもいいし、まあ、今いろんなことが起きてると思うんだけど、まあ、このメッセージは何なんだろうって捉えることで、よりその出来事に向き合えるのではないかと思うのでこの質問です、うんうん、じゃあ平野さん、どうぞ今っていうことのメッセージは何ですか？覚悟を決めなさい。良いですね。ということだと思います。はいはい、若菜さんは、はい、今起きてること、うん、何が起きてるか、何起きてるかな、いろんなとこいろんな場所にいるなということは、その場所に、その場所で 何を与え受け取るかを、うん、大切に楽しみなさいかな。僕は何起きてるかな、目の前で何起きてる、なんかめっちゃ忙しい、うん、忙しいあれ何起きてる？いや、日本にいる時は忙しいんだよ忙しいな、何だろう、何が起きてるの？あ、でも、うん、あ、もう ここ最近ですね、ビッグイベントが毎週のようにあるんですよ。そうなんですよ、それお仕事でですか？そう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 、まあそういう意味を含めると、うん、自分のエネルギーの、エネルギーって心と体の状態という意味なんですけど、エネルギーの整え方を、整え方を知りましょうかな。エネルギーの整え方を知りましょう、うん、それは崩れると乗り越えられないから、まあ、どんな時も忙しい時も忙しくない時もエネルギーを整えることを常にやっていきましょうというメッセージかなと受け取りました。はい、なんかあの
よくその、うん、起きてる出来事からはメッセージがあるみたいなことよく本とか自己啓発の本とか書いてあるんですけど、うん、今日初めてその意味が分かったような気がする、うん、そうだおいや、うん、本当に今まで結構私そういうの読んでますけど、あ、そうなんだ、どういうことって正直思ってたんですけど、今日初めて分かった、腑に落ちたってこういうことだと思います。そうだよね、やっぱりなんか知ってることと腑に落ちることってタイミングがちょっとずれていて、うん、だから知ってることをがあもう大丈夫というよりも知ってることが腑に落ちるタイミングが必ず来るから、うん、それをなんか逃さないというね、うんうん、いや勉強になりました、はい、ありがとうございます。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送もお聞き逃しのないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ。